船長のゆうまと申します。さて、本日はですね、ゆうた松岡、23AW の商品が、入荷いたしましたので、ご紹介させていただければと思います。最初はですね、人型だけなんですけれども、2色、袖違いで入ってきておりますので、そちらを紹介させていただきます。まず私が、こちら着用している、マオカラーシャツですね。前回は、ラウンドネックを出していたんですけれども、今回からですね、ちょっと形を変更しておりまして、マオカラーになっております。ここの、襟ぐりのところがラウンドカラーと比べると少しシュッと、空きを若干抑えて、お作りしておりまして、シルエットも全体的に少しだけコンパクトになったような印象ですね。で、僕が着用しているのが2っていう、大体 M から L サイズっていう感じなんですけれども、それで着用しても180ぐらいまでの方がおすすめかなっていう感じですね。180以上、僕190あるんですけど、だとちょっとね、それだけとかが少し短いかなっていう印象は受けますね。まあ、基本170から180ぐらいまでの方がまあおすすめかなという感じです。まあ、160センチ台の方、後半の方でも、まあ、ちょっとオーバーサイズでご着用いただけないことはないかなという。で、こちらは、シルクとコットンの溶流素材っていうのを使っているんですけれども、縦にコットンで、横に、グリーン色の、シルクコットン素材を採用しているんですが、それをハードウォッシュ、洗いかけることによって、ちょっとこのポコ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 の凹凸が出るような、素材になっております。で、このグリーンの糸がですね、こうポコ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 ちょっとこう浮いてくるような、デザインになっておりまして、スラブ糸って言ってね、ちょっとこう、なんだろう、塊が、糸がこうビューってやったらポコって塊があって、ビューってやったらポコって塊があるっていう、まあそういうちょっと生地になっているんですけれども、なので、そういった熱風感っていう節が、ところどころにこうポコ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 出てるような、そういったアイテムになっております。で、ボタンですね、こちらは、メタルボタンで結構重厚感があります。かなりね、面白い、加工感になっておりまして、まあ、素材使いですね、やっぱり定評のあるゆうた松岡らしい、デザインかなというふうに思います。で、まあ、ここの合わせの部分ですね、一番上の襟下はダブル、ここから、下にかけてシングルに変わっていくという、まあ、そういったカッティングで、仕上げているシャツでございます。で、バックヨークは、あるんですけれども、ここの、背中の切り替えですね。立体的に見せるために、つけている、生地の切り替え、まあ、シャツはよく使われているデザインなんですけれども、バックヨークはあるけど、この袖の部分ですね、カフスって言って、シャツによくついている、ここの切り替えが、なかったりします。で、ボタンもついてなかったりするので、どちらかというと、この袖の付け方とかはカットソーに近いんですよね。まあ、なので、T シャツとシャツの本当に間のような、そういったなかなかないポジションの、アイテムになっているというところが、こちらのデザインの特徴であるかなという。で、洗濯してもらって、これアイロン禁止なんですけども、アイロンなしでもサクッとご着用いただけるので、非常にイージーケアで、ご着用いただけるというのがポイントでございます。続いても、同様にですね、先ほどと同じ、マオカラーシャツでございます。で、こちらはレッドストライプの、生地なんですけれども、まあ、このピッチがですね、かなりこう、離れたタイプの、レッドストライプになっておりまして、で、ボタンが、水牛ボタン。で、これわかるかな？ちょっとね、端だけ、ちょっとメタルパーツを使った、水牛ボタンになっております。表面はこう水牛なんですけど、側面から見たときにちょっとね、メタルパーツがキラキラ見えるっていう、まあ、そういうちょっと、水牛ボタンを使っております。で、表面はですね、通常のコットンと、スラブ糸、さっき言ったちょっとこう、細いところと太いところがこう極端にあるっていう糸ですね、を使うことによって凹凸感を出しているという、コットン 100% の、生地でございます。で、先ほどの生地も、説明し忘れたんですけど、静岡県浜松市の生地でですね、まあ、非常に良い、素材を使っております。まあ、先ほどのはね、シルク入っているんですけれども、こちらはコットン100でございます。ちょっと生地感によって、まあ、サイズ感は一応同じなんですけれども、少し、違った感じがしますね。こちらの方が生地が、先ほどのシルクコットよりも、まあ、厚いというか、こちらの方が少ししっかりとした、印象がありますね。まあ、カラーもですね、結構珍しいので、まあ、1枚で割と主役貼れるようなアイテムじゃないかなというふうに思います。で、近日中にですね、多分下のセットアップのパンツが入ってくるので、そちらと合わせていただくのも、おすすめのアイテムでございます。はい、
ということでいかがでしたでしょうか。本日はゆうた松岡23AW の商品を紹介させていただきました。また8月にもですね、続々と商品入荷してきますので、そちらも楽しみにしていただければと思っております。ということで今日は